こんばんは、AKB48 チームエンターテインメント県代表のハルピョンこと橋本アルナです。イェイ。ヤッホー。なんか、また端末がバグりました。ありがとう、みんな。今日もバグってくれてありがとう。なんかまたバグっちゃって、なんか充電されたりされなかったりみたいな。また同じ状況になっちゃって、そうなんですよ。なんかまた前何して治ったんだっけ、忘れた。前何したら治った、再起動。なんかしたら何したら治ったか覚えてる人います？全然覚えてないやん。でも切れたりついたりしてるんですよ、ずっと。だからもう再起動も何もないみたいな感じ。そう、一旦 iPad でやってるんですけど、配信自体は。今日ドッポンタイムもやるって言ってたから、ドッポンタイムできなくて、そう iPad でやっちゃうと配信をね。そう、だから困ってます、今。なんか電源がつかないんで、再起動も何もないんですよ、本当に。再起動とはみたいな感じ。うん、つらっ。まあもうこのね、これも10なんで、 iPhone バグってもしょうがない、マジで。よくむしろここまで持ってくれたよって感じ。うん、そう、端末が iPhone 10なんですよね。でも未だに10の普通に携帯として使ってる人もいますよね。じゃあ何？何なんだろう。バッテリーの劣化とかは 73% なんで、まあもう無理なんですよね、普通に。普通に無理なんですよ、この子は。10なんで。いや、携帯は12なんですけど、端末が10なんです。そう、12なんですけど、端末は、携帯は端末が12なので、何が原因なんだろう。会社に 6S います。やば、強っ、最強。お、来たかも、もしかしたら、もしかしたらいけたかも。来た、いけました。なんか何回もやったらいけました。嬉しい。でもちょっと充電溜まったら変えますね、端末。あと1時間経つ前に。1時間も配信多分、まあ多分するけど。
カメラにマスキングテープ貼ってます。基本このカメラ使うことないから、そう、マスキングテープ貼ってます。とりあえず今は iPad で配信してます。前から思ってたけど、ハルピョン可愛い、ありがとうございます。可愛いが過ぎます、ありがとう。何、今日可愛いって言われる日、何も出ないですよ。何も出ないですよ、そんな可愛い可愛いって言われても。はい、すいませんが、iPad 変えたのは去年、おととし忘れたけど、でも別に iPad は別に何だろう、不具合感じてない。なんなら昔の iPad すぎて、もともと使ってたやつが昔のものすぎて全然不具合とかない。その前回使ってたやつがね、昔のものすぎて。全然平気。Mac もなんか前まで使ってたパソコン、大学1年生とかの時かな、使ってたパソコン、え違うか、うん、そうだと思う、の時に使ってたパソコンがマジもう15年ぐらい前のパソコンだったのでそう、全然平気。この Mac めっちゃ使える。うん、最強です。 4G と 5G、 いや特に何も思わないです。うん、 4G と 5G に関しては何も思いません。iPhone12 でも、もう見て、私の携帯ケースもうバキバキ、もうほらビヨーン、100均なんで、これ100均のやつになんかミッフィーのシール埋め込んでるんですけど、なんかこのこれ携帯のなんていうの、こういうこのストラップをつけるためのこれを入れると、そうゆるゆるなの。でもこれがないと無理すぐ携帯なくしちゃう私。そう、 Mac のケースもバキバキです。私ケースバキバキにしがち本当買い替えてほしい自分でも使えるもんと思って、そう使っちゃうんですよね、うん、なんか iFace さ、なんかさ形、いやわかんない、今はそうでもないのかな、なんか形さ、昔さなんかこんな形してたじゃないですか。それがめっちゃ使いにくくて、なんかそっからアイフェイスにしてない、やめちゃったなんかひょうたん型みたいな形してたじゃん昔。そう、それがあんまし好きじゃなくて、私なんか持ちにくいというか携帯使いにくくて、あ今もなんだ、なんでなんですかね。まああれが保護してるのかもしれないけど携帯を、でもめっちゃ使いにくいと思ってやめちゃった。うん、手でかいけど手でも持ちにくいと思ってちょっとやめた。一時使ってた、一時期マジ1、2回ぐらい
なんか一時めっちゃ携帯ケース集めてて、 iPhone X の携帯ケースとかめっちゃあります、家に。うん、そんなにいらんやんみたいなぐらい。画面はバキバキじゃなくはないんだけど、使えるバキバキさ。なんかめっちゃなんかひび、いやでも入ってるんですけどね、ひび。でも全然使えるバキバキさなので、はい。そう、たくさん買っ、そう、なんか一時期めっちゃたくさん持ってたけど全然使ってなかった。結局なんかこれに落ち着きましたね今。でもこれもなんか、なんでこれにしたかっていうと、ここになんか、ここ開けれて、ここになんていうの、あれ、ちょっとこっち側鏡になってるんで見せれないんですけど、ここにあの IC カードを入れれるから、こういう形のここに入れれるやつのあれにしたんですよ。そう、でもなんか結局今これが主の携帯じゃないから、なんかもうこれじゃなくていいよねみたいな気持ち。ケース、そう、結局なんかもうこれじゃなくてよくねみたいな感じです今思ってるのは。はい、そうです。裸で持ち歩くのはちょっと怖いから、さすがにそれはしてない。うん、何があってもケースはつけてるかも。なんかめっちゃラーメン食べたくなってきちゃった。やだ、こんな時間だからダメ。でもお腹空いてないんですよね。お腹はいっぱいなの。でもなんか口が欲してる。よくない。甘いもの飲んでるから余計に口が欲してます。めっちゃ。おごるよ。え、嬉しい。嬉しい。なんかね、美味しいラーメン。みずみんがラーメン外食したことないってさっき言ってました。だってみずみん全然食べないもん、ご飯。びっくりしちゃった。サプライズレバーさん、イースターウサギありがとうございます。ありがとう。何ラーメンが好き、なんだろう、好きなラーメンはつけ麺が好き。豚骨じゃない、なんだっけ、魚介豚骨みたいなのが一番好きなんですけど、今食べたいのはあっさり鶏白湯塩みたいな感じ。うんですね、今食べたいのは。今はめっちゃその気分。今ブラックラーメン違う。醤油濃厚は今いらない、大丈夫。よく食べるのにハルピョンは細い。いや、ほんとよくね、そう言っていただけてありがたいんですけど、うん、ほんとなんでなんですかね。
本当によく言われます。ありがたい。でもどうなんだろうね、これアイドルやめたら太んのかな。なんか今はさ、定期的にさステージに立ったりとか動いてるじゃん。だからなんか嫌じゃないけど、なんていうの、嫌でも動くじゃん。嫌じゃないよ、全く。ステージに立つことは本当に大好きなことだし嫌じゃないんだけど、でも嫌でも動くじゃないですかでも私って本当にアイドル以外の時ってもう本当何もしたくないから、なんか本当何もしないんですよ。ってなったらなんか太るのかなって思って怖い。うん、ママを見てる限りは今の体型のまま大人にはならないですね。はい、怖い怖いマジーハートありがとうございます。ありがとう。運動、そうですね、走りたい。なんかだから一時期ほんとジムとか行ってたんですよ、私も3ヶ月ぐらい、あ2ヶ月、うん、かずしげさんハートありがとうございます。ハルピョンと話してみたい、ぜひお話し会お待ちしてます。この上のバナーから待ってます。ちょっとどっちかわかんないけど待ってますじゃあ今23時になったら最近聞いたよね、見ましょう。ぜひ先月先週の分22時23時かから最近聞いたよね。最新版、なんか私が行ってたジムはなんか自分でできるジムみたいな、個別とかじゃなくてなんか教えていただけるわけじゃなくて、なんかいっぱいあって器具がで、なんか好きな、なんかフリーで時間、自分の好きな時間になんか行ってくださいみたいな、行っていいですよみたいな、使ってくださいみたいなジムに行ったんですよ。そう、そしたらなんか最初とかは楽しかったんですけど、そうでもなんか天気悪くなって富山って雪が降るんですよ。でそしたら天気悪くてなんか行くのがめんどくさってなっちゃってそう、それで2ヶ月行って、で3ヶ月目がちょっと天気悪くなって行かなくなったらなんかもういっかーってなっちゃって解約しました。はい、ルームランナー好きでした、めっちゃルームランナーやりながら YouTube 見てた。そう、スキーとかは昔してましたよ。でもアイドルになってからは全然行ってない。そう、もう冬なんて冬じゃないみたいないや冬なんですけど、なんて言うんですか、仕事みたいな感じだったから。マークーンさんハートありがとうございます。そう、うん、そうなんですよね。なので
時はやってました。毎年のように行ってた。アイドルになる前はもうジムではどれくらいの時間運動してましたか？だって、そんなめっちゃしてたわけじゃないよ。でも、そのルームランナー走るやつと、あとなんか太ももの内側を鍛えるやつ、そう、と太もも痩せたかった。あと腹筋ちょっとやって終わってた。D さん、うさぎさん、ありがとうございます。太ももが細いのは努力してる。私太ももマジ太いんですよ。はい、とってもめっちゃ太いんですよ。前見た時そんなこと、だからみんなが見てるのはこっから上じゃん。この膝上から上じゃない、間違えた、膝上から下じゃないですか。そう、私が太いのはみんなが見えてない、あのスカートに隠れてる部分なんですよ。そうだからみんなはそうやって細いって言ってくれてるんですけど、私の太ももはもうゴリゴリ。そう、みんなが見えてない部分、そう、スカートで隠れてる部分がもうポチャコちゃんなの。うん、ゆうぴょんさん、ハートありがとうございます。ふくらはぎ細い、そうかな。でも私足首細くないんですよね。足首しっかりとあるんです。だからこういうのもマッサージしたら絶対もうちょっと細くなるはずなんですよ。むくんでたりとかするから。そう、あ、ウエストは自信あります。そこだけは胸張って自信ありますね。はい、ウエストは自信あり、うん、T さん、ハートありがとうございます。そうだからちょっと本当にちょっと足のマッサージをマジそろそろというか、まあね、始めなきゃなみたいな気持ち、やらなきゃなみたいな。いつもやるやる詐欺なんですよね。結局なんか腹筋もしてないから、今年の夏もちょっと腹筋バキバキ見せられそうにない。ごめん。ほにゃららやってる時ウエスト細いな。だからウエストは自信あるんです。ハルピョン、筋トレブーム来ない、全然全然来ない、なんか気持ち入らない、うん、全然来ない。でも骨盤が割と広いので私は、なのでなんかくびれがあるように見えます。とってもの水着のとか言って、グラビアの写真とかってそこら辺とか見えてないか。グラビアいつ撮ったんだっけ、あれ。これがある。あんま見えてないのか。あ、でもこれとかほら、すごい自分のウエストアップにしてんのめっちゃおもろい。私こんなところにほくろあるの？右脇、ここにほくろあるらしい。知らなかったはず。グラビア見て知るのめっちゃおもろい。
なんか改めて自分のグラビア見てんのめっちゃおもろいな今 こんなまじまじと。このね、鎖骨に2つほくろがあるんですよ私。そう、ここにね、うわ、ラーメン食べたい。お、すごい。4戦4勝のチームがホークスだけになりました。嬉しい。これで1位じゃん、パリーグの中でね。もともとか、わかんない、本当だっけ、忘れたけど、万歳。マジハート、ありがとうございます。お風呂は何回も見ましたそんな見んでええんよ、めっちゃウケる。阪神もだよ。そうなんだ、周東さん大活躍。今回の今日のさあれで見れなかったんですよね、グラビアのやつ。ウエストに窓ガラスの光が映ってるのが好きです。どれだ、ウエストに窓ガラスの光が映ってる、どれだ、これ、腰の方に、これ、これ腰の方に映ってるやつですか、あのなんかどこでお前それ撮ってんねんみたいな写真のやつ。めっちゃおもろいよね、マジどこで撮ってんのって感じだったこれ私、うん、自分で撮っていただきながら思ってました、どこで撮ってんだろうって本当に。まだオフショット全然乗っけてない。ホークス独走したらあかん。そう、なんか近藤さんのやつは知った、聞いたっていうかツイッターで見た。え、やばい、前回の東北旅やばい、私見てない、やばいやばい、ね、あれしなきゃ、練習じゃない、なんだっけ、セッティングしなきゃ。みんなに11時からだよって言ってるのに自分は全然11時からスタートできるあれない、予兆ない、予兆なんていうの、気配ゼロ。顎綺麗、ありがとう、もっと見ていいよ、顎いっぱい見て、やばい、 TVer 開かなきゃ、やばいよ、絶対こういう使い方じゃないけどめんどくさくてこうやって塗っちゃう、ごめん。すぐ準備できるから。ちゃんとあれですよ、もうほんと一斉のでもうスタートできるようにしといてね、みんなって、私が一番そうなんだけど、はい、いけそう、あ、13時、間違えた、23時になりました。それではいきますね、いきます。
最近聞いたよね、最新版 TVer さんで見ます。いきます、いっせーので。マサルちゃんかな、このナレーション。息をしてランナーズハイ。癒しの草津プチ散歩。波動デイ5、ようやくデイ5マジ波動したい。マホピョンって自由だ、それが受けてるんでしょ。東北旅来ましたよ。やがてよくなる必ずはい。わ、美しい。お、ハワイアンズならではのこちらフラダンス。ズッキーが舞台でやってましたね。マジこの日の美女最強なんだよね。強い。でも私だけなんかすごい長い服が。めっちゃむずかった。出した足と反対の足、むずいむずいと思って。めっちゃむずかったです。ハワイアンズめっちゃ良かった。あんますごい時間入れたわけじゃなかったけど、私もお風呂とかプール入りたかったです。せっかくハワイアンズに行ったんだったらね。そう、せっかくならね、行きたかったです。ショッチさん、ウサギ、イースターウサギ、ありがとうございます。間違えてる瞬間見えちゃった、やば。ザブーン、ザブンです。そう、なんかいろいろあってちょっと時間がなくて D さんハートありがとうございます。もう真っ暗ですよ、本当に。
そう、めっちゃスタッフさん映ってる。お食事ところカズさん、もう本当に真っ暗でした。夜、マジ夜って感じ。もうこの座敷めっちゃ空いてました。そう、なんか結構夜遅い時間だったんですけど、常連さんがいらっしゃって、そう、やばくない？激でか。うん、やばー、 1.5 キロ。美味しかったな。すごくない？ 1.5 キロで1800円、こんな素敵な海鮮いっぱい食べれて。ね、ほんとなんか量がすごくて、なんかどうやって食べたらいいか分かんないぐらいすごかったです。なんですか？もう早く食べたくてしょうがなかった。食べんの大好き。本当。本当お腹空きすぎてて、これ4人ではマジで無理無理無理みたいな、もうお腹空きすぎてみんな。そう、それで結局2人で半々することになりました。え、本当に食べきりました、ちゃんと4人で。なんかスタッフさんの分もあって、そうだからもうスタッフさんたちにどうぞとかじゃ無理みたいな、もう普通にスタッフさんたちも食べてたから。そう、全然目開けてよかった。最高だった。移動時間はすごい長かったです。一人一個はさすがに無理だな、 1.5 キロは。二人で満足。すごいいい写真ばっかり。
MV 完成。お、MV です。めっちゃゆいゆいの声なのにさ、ももちゃんが歌ってんのめっちゃおもろい。いつの間にか私は全力で疾走中、友達はみんな全くと呆れて、展開を勝手に予想をするギャラリー、恋は見てるよりする方が楽しい、ハラハラドキドキ肩でいい。なんかコートの色合いめっちゃいいですね。グリーンとブラウンとピンクと、いい感じ。真帆ちゃんもブラウンだけど。もう意味わからんもんこの映像。真帆ちゃんの目の前に押し抜い出して嬉しいみたいな、意味わからん。そういうこと、意義があるって大切なことだよね。涙出ちゃう日だってくるかもしれないけど、できる。すごいたくさんのあの芸能人の方というかサインがたくさんありました。しなくちゃもったいないでしょ、恋は見た目よりハードなスポーツ、練習したって上達しない。 D さん、純一さん、ハートありがとうございます。沿道に並んで手を振るだけじゃなく、さあみんな走れ。サインは書いたけど、あれ色紙に書いたはず、違ったっけな。見てるよりする方が楽しい、ハラハラドキドキ肩で息をして、しないより汗かいた方がいい。真面目に橋本さんの美女、え、そうですよね、この日マジ美女用意最強。試すのもいいさ、参加してみよう。ハート、めっちゃ綺麗にハートかけた。これ何のシーン、マジで何のシーン。最後マジ何のシーン。自分の好きな歌詞のところでハルピョンが抜かれているのが嬉しい、イエーイ。終わっちゃった東北旅、橋本さん悲しい。昨日履いてたスカートとは色違いかな、これ多分今の白っぽくなかった。東北行ったのいつだっけ。最初大丈夫か。めっちゃおもろい。確かに湯煙フォーラムっていい、なんか言うの大変そう。湯煙フォーラム
だるま。スーさんハートありがとうございます。あー確かにいつもそう、いつもこのお弁当。今何調べ、あーそうだ、東北行った日のあれですよね、ボトムス。会いたかった会いたかった。うん、これは白だね。この日は、昨日は黒でした。そう、なんかこの形のデザインのこのパンツというか可愛くて、そう、あの黒と白2種類買っちゃって、そう昨日、この東北行った日のはこれ、この色なんですけど、昨日のは、昨日のは、昨日下も映る、あれ撮ってない気するんだよね。だから、あった、昨日のはこの時にお話し会で来てますね、これですね。全然違うでしょ。いや一緒やんって言われたら一緒なんですけど、すいません。そう違うんですよ、色違い。あれ5人になった。マジンハートありがとうございます。あれ6人だった、あれ何人だったっけ、6だっけ5だっけ。アピールしたら可愛いマリア、可愛いマリア。ひろゆきさんと足湯入るってどういう気持ちなんだろう。別に何もないか、気持ちも何もないか。Dさんハートありがとうございます、ありがとう。あ、CM でもどういう気持ちなんだろう。ね、あ、CM 開けました。テレ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 まだだった。ズーデスさんハートありがとうございます。ちょっとあのもう多分これ配信してたら1時間経っちゃいそうなんで、あのこのままだと、そうちょっと今日ドボンやるのやめよう、ちょっと一回切り替えるの大変なんで。
そう、端末を変えなきゃドボンできなくて、また別の日にやりますね。やばい。ハドーファイト。すごい、フォーすごい。チームフォーは別にいっぱいあれしなくてもいいんだよね。いつから B がなんか強くなるんでしたっけ。でも私のが3連勝目だから確か違うっけ。だから11が3連勝、10が3連勝目だから、もうすぐチーム B 強くなってきますよ、番組内では。はい、うまい、あやみんの張り方今のめっちゃうまかった今。あ、やばい。そうなんですよね、なんかね、どんどんね、うわすごいでかい ボール、やばめっちゃ巨大すぎん、やば気持ち悪い、こんなの避けれるわけない。でかすぎん、もうこんなんでしたよ。やっぱりそうですね、コーチがめっちゃ優秀だったのがでかい。お代理も強いんですよね、めっちゃ。そうだからマジでチーム K に分かってほしかった、この間の波動で。本当に K と一緒に決勝はしたくなかった。うん、嘘だー、かわいい、すごい。マイクなしで叫んでんのおもろい。初優勝デイ6、じゃあ次か、じゃあ次だ、初優勝まであと1日だから再来週とかには1位になるんじゃない。うるさい、下口さん、下口さんとか言っちゃった、ひななさん。もうやばい。全部マイクなんでそんな声大きいの、うらやましいですね、もう本当に。
のということで終わりました。いやそうでも盛り上げてくださる、マジでそれは本当にありがたい。本当なんか波動ってやっぱ3時間とかいるじゃないですか。だからやっぱりなんかあのそりゃね、そりゃねちょっとあのちょっとねふーってなってきちゃったりもするんですよ。そうでなんか結構体力も使うからなんかふーみたいな、ベンチ座ってる、ベンチっていうかあのスタンバイ席座ってる時とかふーみたいな。そうだからそうちょっと疲れちゃうみたいな瞬間もあるんです。でなんかファンの方のところもなんか暗かったりするし、なんか B の席遠かったりとかしたらなんか全然こっち見てくれないからそうだからふーってなっちゃうんですよね。うん、ってなった時にああやって人一倍盛り上げてくださる方がいるとやっぱいいですよね。でも5月20日めっちゃなんか午前と午後あるんでしょ、めっちゃありますよね。なんか元気かな私私元気かな、そんなに波動してて楽しいんですけど、あの本当に疲れるんですよ。めっちゃ楽しいんですよ、でも本当に疲れるんです。それぐらい本気なんです。からそれぐらい疲れちゃうから B の席が一番売れてる。やったじゃん、やったじゃん。でもなんかあれですか、スパイがいるんですか、もしかして。やめてください、なんか B の席買ってスーパーボールあげないとかいうスパイの人いないでください。やめてください、本当にマジで最低って感じ。もうなんかそういう人はもう本当に最低って感じなので本当にちゃんとチーム B にスーパーボールあげるよっていう人がちょっとチーム B の席に座ってほしいなって気持ちです。なんか前回のデイ11ですごいなんかチーム B の席にスパイがいてみたいな、なんか全然ボールくれなかったみたいな。もうなんか楽しくないですよね、そこさ、そういうことされると。本当にサトルさん、ハチクマありがとうございます。フェアじゃないですよね、なんかなんて言うんだろうね。だから推し面を見たい、でもその K 席は外れちゃったからじゃあ B 席に行こうとか、 A 席4席外れちゃったからじゃあ次の一般で B 席に行こうっていう人は分かりました。もう推し面を見るのは分かった、でもB 席に座ったんだったら B にスーパーボール入れろって感じ本当に頼むよ、うん、でも本当私が出たデイ10の時はなんか本当にスパイが本当にいなくて、なんかでも私なんか本当あの場では誰もいないって言ったんですけど、なんか一人だけ見えたんですよ。でももうなんか誰もいないっていうことでなんかうわ自分入れたのにって、自分別のメンバーのところに入れたのにってなんか勝手に内心で傷ついてくれればいいなと思ってめっちゃ性格悪いんですけどすいません。そうなんかそう思いました。本当に本当にほぼゼロだったんですけど一人だけいたんですよ。そうでもなんかその人はもうなんか私たちに誰もいないって言われてなんか本当に僕以外誰もいなかったんだって思ってなんかもうなんかちょっとなんていうのなんかちょっとごめんみたいな気持ちになってほしいですね。はい
自分で自分の心を改めてほしい。見てましたから、ちゃんと見えてるんで。ウサギってウサギって本当に視野広いんですよ。はい、あの視力悪いけど視力悪いけど視野広いんです。そうだから見えてました。でももうそういう人はもうマジで、あの本当に、うわ自分他のメンバーのとこ入れちゃったごめんって、うわなんか罪悪感、あそう罪悪感って言葉が出てこなかった、うわ罪悪感って思っててほしいです本当に。はい本当性格超悪いんですけど、もう本当にそうです。公園でもしっかり見えてますよ。そうなんですよね。そうだからうちらがいじることでなんか、あ嬉しい、あのメンバーにいじられたって思われる、なんかそういうファンの人もいるじゃないですか。嬉しいみたいな、おいしいふみたいな、もうなんかそういう人たちが喜ぶ世界より、私はあのチーム B のファンの方がしっかりとチーム B のところに入れてくださった、もうそれをもう褒めたたえたい、それをする人たちを褒めて育てたい、伸ばしたい、もうこれからもって感じだなって。本当波動はもうそうだなと思って、なんかあの人入れたっていう、それがもう楽しいんですよファンの人って。なんかそういうなんか他のチームに入れる意地悪のファンの人ってもう読めてますから、皆さんの心の内なんてそうなので、もう私はそうじゃなくて、だから1回目2回目か2回目の時のまほちゃんのファンの方が本当にもう誰にももう絶対入れないみたいな、もうまほちゃんにしか絶対入れませんみたいな人がいて、その人がもう本当まほちゃん以外のメンバーが通る時はいつも内輪で顔隠してたんです。だからもうその方をめっちゃ褒めちぎりました。やばい、あの人見ました、もうまほちゃんの内輪でもうメンバーに顔隠してはぁみたいな、本当もう本当こういう方がもう本当にもう報われる世界になってほしいですみたいな話をしました。はい本当にそう思いました。なんかうちらがいじってるから喜んでるんだろうなと思って、うん、全然嬉しくない、全然楽しくないよ、うん本当それぐらい本気なんです私たちも。やっぱり旅行に行きたいっていうのはすごい最初はね大きかったけど、でも今はそれ以上にこのチーム B で優勝したいっていう気持ちがすごく大きくて、なんかやっぱり多分今 AKB4 の中で一番なんかメンバー同士の距離がちょっとあるだろうなみたいな、ファンの皆さんも多分思ってるかもしれないんですけど、そうだろうなっていうのはまあなんかね、皆さん的にも多分思ってるかもしれないんですけど、なんか楽屋がめっちゃ静かって言われてたりとか、そうだからそういうなんて言うんだろう、それを打破したいっていうか、なんかやっぱ一つチーム B の中で何かを成し遂げることができたら、なんかやっぱり団結したりとか、なんか CM ができるんですよね。私知らなかったんですけど、そうなんだと思って。だってチーム B で CM 撮るってことはまあね、後ろかもしれないですよ、私のポジションなんて後ろかもしれないですけど、でも撮りたい CM、 そう CM になりたい。ゲーム頑張ってたら CM できちゃったっていう、もう最強じゃんでしょ。でそれを今のこのチーム B でできるっていうのはすごく楽しい嬉しいことだし、そうだからなんかそのためにメンバーが必死になって頑張ってるんです。なので本気で波動はもう5月20日本気でマジでスーパーボール全部チーム B にください、本当にお願いします。だってチームケアの優勝はもう見たじゃないですか、もう見ました、もうあの最弱
弱ってもうファーストシーズンの時からもう最弱最弱って言われ続けてきたチーム B がファイナルシーズンで優勝するなんてもうこれほどない、もうドラマでしかないじゃないですか、もう WBC みたいな感じ。そうだからお願いします、くださいお願いします。まああと1ヶ月以上先のことを言ってもしょうがないんですけど、よろしくお願いします。はい、本当に多分チーム B のコーチが、いや分かんない、他のコーチはどれぐらいどうなのか分からないけど、チーム B のコーチが一番チーム B のことを愛してくださって、応援してくださって、本気でチーム B の優勝を狙いに来てくださってるんですよ。そうなんか最初はチーム B のコーチの方はなんかそのあの運営の方分かんない、山部さんか分かんないけど、誰かからなんかその B になるってなった時になんかメンバーのモチベーションが なんかなさすぎるからメンバーのモチベーションを上げてくださいって言われて、そのなったらしくて、だから優勝させてあげてくださいとかじゃなくて、メンバーのモチベーションを上げてあげてくださいって言ってコーチになったらしくて、でもメンバーのモチベーションが上がったことで、この波動に対するモチベーションがすごい上がったことで、もう優勝優勝優勝って感じじゃないですか。だからモチベの問題なんですよ私たちは。そうなのでもうお願いします、モチベは、そのモチベはファンの皆さんからの応援だったりスーパーボールだったりで決まってくるのでお願いします。ボールが欲しいです、いっぱい。あとエナジーもいっぱいください。あの5月20日は別に当たってない人だってお家でエナジーを送ることはできると思うので、多分いつもの感じだったらできると思うので、ワオライブさんからぜひよろしくお願いします。心理的なコーチ、いや心理的なコーチも担ってたんじゃなくて、心理的なコーチしか狙っ担ってなかったんですよ。でもなんか気づいたらチーム B なんかモチベ高くなりすぎちゃって絶対優勝するぞみたいな感じが強くなりすぎちゃって、ちょっとなんかすごいめっちゃデータも集めてくださったりとかして、本当になんか講演もねたくさん来て、たくさん来てくださったりとか、本当ありがとうございますって気持ちです。ゆういちさんハートありがとうございます。そうなので本当に優勝したい、うん、なんかこれが3位とか4位だったらこんなに熱ないです。はい、もうどっちでもいいですって感じ。でも1位だって、あのチーム B が1位になれる、もうこれはもうやるしかないっしょって感じ。 D さんハートありがとうございます。なので無料でエナジー投げれるんで本当にお願いします。むしろ無料でしか投げれないんでお願いします。波動なんてマジで一番さ、もうお金かからずにさ家で応援できるたあれですよね。だって別に現地に来たってさ、もう交通費とチケット代はかかるかもしれないけど、波動を見てることにお金はかからないじゃないですか。でしょ。だからメンバーを応援することに一番お金がかからないもの、それが波動ですよろしくお願いします。本当にそれなのにメンバーにもね毎回旅行をいただけて、どっからそのお金が出ているんだろうやばいやばい、こんな話考えちゃダメ、やばいやばい、よくないよくない、普通にありがとうございますって気持ちでいましょう。TikTok あげよう、あのピョムービーさっき撮ったの、 TikTok ピョムービーあげよう。
なんで2回も同じこと言ったんだろう今。なんで2回も同じこと言ったんだろう。今それも2回言ったしね。すみちゃんハートありがとうございます。波動の宣伝でしかない。確かに8曲はいつ公開される、いつでしょう。あ、これ新曲じゃないです、すいません。あのどうしても君が好きだです、すいません。なんかネタバレしたみたいな感じになってるんですけど、ねえてれて、あの落ちサビん D メロ何メロ、これなんか2列になってこういう振りのやつ、ちょっと振りわかんないけど、ごめんごめん、8曲じゃない、すまん。ごめん、なんかネタバレしたみたいになっちゃったんだけど、ねえで叫べ、最後しかない。前の配信で8曲口ずさみそうになったって言ってたから、そうね、いつでも口ずさめちゃう。マー君さんマジハートありがとうございます。いや本当にそれ早く公開してほしい。今日は4日、はい、スーさんハートありがとうございます。さよならじゃない、どういう感じだと思いますか？曲調。どういう感じって言っても私に伝わらなかったらあれなんだけど。恵子さんは、ハートありがとうございます。ありがとう。明るいバラード、明るいけど切ない感じ、明るい感じどうでしょう。あ、12時まで配信します。一生の間みたいな。どの曲が一番近いかな、8の中で言ったら。ちょっと待って、一回歌うわ。あ、ミュートにできない。あ、分かった、歌うなって言われてんだ。え、マジでミュートにできない。
できた、できました、すいません、できました、すいませんでした。いや、なんかこれでミュートになってなくて歌っちゃってて、私が普通になんか情報解禁したみたいになったら怖いから、やっぱ歌うのやめようと思ってミュート解除しようと思ったら解除にできなかった。困ってたのずっと今。でも無事解除できてよかった。あれ、解除できないってテロップ消したのにまた出た。消したじゃん今。何よ、今消したよ。突然現れないでよ。バグか、バグか、おいおい、バグか、バグってるんか、バグなんか。あ、18期が4月9日とかにお披露目になるみたいですね。はい、どんな子が入ってくるのか。お、 TikTok 乗りました。ピョンムービー嬉しい。そう、お披露目が4月9日の13時らしいです。配信、ハルピョンはもう知ってます、ごめんなさい。もう知ってます。どんな子、どんな子、なんか詳しくは知らないけど、顔とたまに名前は知ってます。はい、でも17期は知らされてなかったはず、なくって、普通に、いや違うな、17期も最初お話し会の会場に最初いたのかな、で挨拶してくれて、でも私マジでもうコミュ障すぎて、その時全然人の顔とか覚えられなくて見れなくて、そう、あ、お願いしますみたいな、17期の時ね、17期の時お願いします、はいって言って去ったんですよ、もうすぐそこを。そう、もう本当あのコミュ障すぎて。でもその後になんか8の舞台のなんか稽古かなんかの時に確かお披露目されたのかな、でその時になんかネットで見て、へえこんな子入ったんだみたいな話してて、えみたいな、恋捨ての子じゃんとか、え、アイリちゃんってキアラさんの妹なのとか、なんかいろいろへえみたいになって、でもそんな感じかな、なんかだからなんて言うんだろう、そんな感じです。で18期は一番最初に会ったのは本当お話し会の会場、17期と一緒で、でもその時はなんかその17期を見た時はめぐみんと一緒だったのかな、忘れたけど、え違ったっけな、忘れたんですけど、なんか2対11人10人とかだったんですよ、11人。そうで、それちょっと気まずくて、でも18期見た時はなんかこっち側現役メンバーが8人6人ぐらいいたのか、6、7、8人ぐらいいて、で18期の子たちがいて、ちょっと何人かは言わないですけれども18期の子たちがいて、一人かもしれないですしね、わからないですよ、18期の子がいて、でその時に一緒にいたのが吉田カレンと川原美咲が一緒にいたんです、私と。そうで、ほんあのヒカルンとめぐみも一緒にいたんですけど、そうでもヒカルンとめぐみは卒業するからって言ってなんか端っこにいたんですよ。そうで、まあ吉田カレンと川原美咲がなんかもうすごい二人で、えどこなんですか、えみたいな、何歳なんですか、えみたいな、もうなんかもう漫才してるんここみたいな感じでめっちゃ面白かったです。
そうだからすごいそこでしっかり顔見れたかなって感じ。そうそうそう、まあ言わないです、何も私はそれ以上は。もう2人と実はツーショットを撮って。そうなんですよ、実はね、そう、もう撮った2人、あ、2人って言っちゃった、やばい、1人じゃないことバレちゃった、やばいもう言っちゃダメ、もうこれ以上言っちゃダメ、やばいやばい2人以上いることがバレる、危ない。やばい、もうこれ以上は言わないです。まあさすがに一人だとは思ってないでしょみんなも、さすがにみんなも一人だとは思ってないでしょ18期絶対思ってないでしょ、思ってたらめっちゃおもろいわ。あとはもう内緒で、はい、もうあと喋れることないんですけどもう内緒で、はい、お口チャックしておきます。確かに逆に一人だったらめっちゃプレッシャーだよね、そこにめっちゃプレッシャーですよね、逸材超プレッシャー。18期最終まで行った子からショールームである程度教えてもらった。え、それってありなんですか、そういうのって情報なんか出しちゃダメみたいな、ないんだ、漏洩禁止とかないんですね。でもそっか、ショールームでなんか配信やってましたもんね、ないんだ、確かに、もうみんな顔も知ってんだじゃん、なんかこういう子が入るかもみたいな。確かにね、だって18期のそのショールームのオーディションしててさ、落ちちゃった子が落ちましたって言ったらさ、じゃあ落ちた子が落ちましたって言ってない子が受かってんだって思ってるわけでしょみんなは。じゃあもう顔も大体分かってんだ、名前とかも、名前は分かってないか、顔とか人となりとかみんなの方が知ってんだ、むしろ私よりそうですよね、確かに確かに、そういうの してるか。じゃあそういうのってなんか契約書とか書かないんだ、なんかオーディションの結果が出るまで絶対に他言無用ですみたいな。ショールームショールームやってなくて通過、そりゃそうですよね、確かにね。でもなんか書きそう、書かないんだね、私も見てない。そうなんか17期の、あ、じゃあ18期のあれ配信みたいなやつになんか入ると、なんか橋本春菜が切れましたみたいな、橋本春菜が来ましたみたいな出ちゃうじゃないですか。そう、それがなんか気まずくていけなかったんですよね、どこのこの配信にも普通に、だから誰も知らない、なんか名前変えるのもなんかどうやって変えるのか分かんなかったしそう、最年少とかショールーム審査からどれだけ行ったとか最終で何人とか、そんなこともリークしてんの、やば、大丈夫そう落ちた子ですよね、まあ、落ちた子はもう責任取れないですからね DH はねそうですよねもう無理ですよね、
やばいね、それはそれで。ログアウトしてみたら出ない。いや、そこまでするのも、なんかだってもう一回ログインしなきゃいけないでしょ。そうなったら私ログインのパスワード知らないんですよね。スタッフさんに聞かなきゃすいません、スタッフさんに聞かなきゃ分かんない。あ、パソコンログインしてな、あ、してるわ、してます、ダメだ残念でしたやばい、待って、あと3分しかない。そう、なんか iPad で配信してるとここに時計が見えるんですよ。でもなんかこの端末で配信してると時計が見えないからいつも分かんないの。そう、でもよかった、時計見えた。仰天が18期はスタイルがいいって言ってました。いや、あなたも良すぎるのよ、あなたのスタイルも良すぎるのよ仰天さん、本当にそう。何をおっしゃっているのって言いたいですね仰天さんには。いきます。1位くじの大悟さん、2位サプライズレバーさん、3位 D さん、いや D さんと公演最高でしたさん、4位トラックやろうとゴリさん、5位マジ、6位ともゆきさん、7位ショッチさん、8位サトルさん、9位マークーンさん、10位ゆういちさん、11位すみちゃん、12位バージョンあるさん、13位マジカナバナナと橋本春奈ちゃんが最後の推しメン。やめれないじゃんありがとうございます。そして本日のアーケード88位は、大粒ちゃんさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。最後にキャッチフレーズをして終わりにします。すごいカツカツ。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7207人の皆さんにきっと来てガッドキャスチャー、富山県代表春ぴょんこと橋本玲奈でした。なんかこれなんか TikTok で見たんですけど、なんか男は最初になりたがる、女は最後になりたがるっていうのを見て、いやでも確かに私はなんか AKB のことはみんなずっと好きでいてほしいんですけど、なんか私が AKB 辞めた後に他のメンバーを押すって言うとなんかちょっと寂しいなって思っちゃうので、なんかみんなのあの最後の推しになれるように、最後のもう自慢の最後の推しになれるように私も全力で頑張りたいと思いますので、これからも教えて、教えてじゃない何も教えなくて、何も教えなくて、今嘘、押してください、よろしくお願いします。それではありがとうございました。また、またね、バイバイ、おやすみなさい、ありがとう。